こんにちは、ブルーホースです。本日もヘビーレインやってまいりましょう。おまけパートですね。今回はエクストラというのを見ていこうかなと思います。皆さんと一緒にね、前回のパートでね、無事にゲーム自体をクリアすることができたので、せっかくなんでね、解放されているボーナスを皆さんと一緒に見ていけたらと思いますが、これらは一体何なんだ。トレイラーとかね、あるね、プロトタイプとかあるんだけど、コンセプトアート、メイキング映像、BGM、お、なるほどね、OK。じゃあ、トレイラーとかプロトタイプとかは多分映像だと思うんで、コンセプトアートから見ていきましょうか。ね、全部じゃないだろうな、これな。急に音楽がピタッとやった。びっくりしたわ、今。なんか16枚とかあるね。コンセプトアート1、2、もともとはこんな風に公園になる予定とかだったのかな。全然今、これ全部あれだね。E さんの家の中になっちゃったもんね。それ考えたら E さんってすげえ金持ちだったんだよな。あ、E さんの仕事場だね。それから E さんの家全体。コンセプトアートの時点では結構あったんだね。16ページって結構多いな。で、E さん家の玄関と台所。うん。あ、ワインもあるね。いい感じ。それから、これは、ジェイソンが車に轢かれた時のショッピングモールだね。白黒がある。あれ？これって、徹底マウスじゃないですか。これ、いいのかな？映して。まあ、あまり触れずに次行こう。それから、モーテルの全体像だね。で、まあ、モーテルを上から見下ろした時、これ3階なのかな？ 3 階建てショッピングモールなのかな？うん。それから、誰が誰か分からへんな。すごいな、こう、音楽がないとこんなにも寂しいものになるのか。おー、で、これが、あれだね、ジェイソンじゃない、ショーンと2人で過ごしてた時の、これなんて言ったらいいのか、アパートっつったらいいのかね。でも一軒家は一軒家だよね。結局、なかなか広いいい家に住んでるなっていう感はしたけど。うん。それから、これは、E さんの部屋だね。はいはいはい。で、これが台所。台所とリビングだね。LDK。で、ショーンのお家。うわぁ、おもちゃいっぱいあるなぁ。可愛らしい棚がありますね。左の下の方にゴリラ。お猿さんいるね。うん、で、家の前というところ。お、これ誰だろう。この選手が誰か気になるな。白い。まあ、でもこの場所は地域がどこだからね。でも白って言ったら、なんとなくこのユニフォームと、の感じと、それから番号の3っていう感じがなんかあのマジックっぽいけど、マジックだったら、あれがあるもんね。縦模様があるからな。どのチームかちょっと予測はつかないけど。あ、以上というところですね。じゃあ続いてコンセプトアート2行きましょう。これは？あ？こんな家あったっけ？え？あれだ。スコットの、ね、真犯人のチャプター1。真犯人でいうチャプター1のところだね。うん。ローレンがいたところだ。ローレンの台所と。うん。まあ、ここでキャッキャウフフをやってるわけなんだけど。で、それから、お手洗いだね。バスルームっていうか、バスがなんかちょっと手前にチラチラ見れるね。で、それから、これはもうだいぶ前だから覚えてないな。こんなバーに行くところなんかあったっけな。うん。裏方。って感じだね。うん。こういうところでね、意外とね、美味しいお酒とか出してくれるんだよね。バー行ったことないけど、一人で。で、それから、ああ、殺人現場だね。だから、最後の犠牲者となった殺人現場がいるね。WBC だよね。ワールドボクサークラシックだよね、これね。ごめんなさい、WBC って、本当にその略なのか、ちょっと存じ上げないんですが。それから、あれだね、線路沿いでの殺人現場、再びだね。うっ、なんか見てはいけないものを見ちゃいましたみたいな感じかな。うん、ドッキリみたいな。なんか番記者とかこんな感じじゃなかったっけ？ね。本当にコンセプトアートなんです。だから最初はこれテントがなかったんだね。なるほどね。で、遺体を濡らさないようにするために、あのテントって本当に警察が引いたものなのか、それとも犯人が残したものなのか、どうなんだろうな。うん、で、続いて10番目。これは全体のコンセプトアートになるのかな？その殺人現場のね。で、それから、イーサーがカウンセリングを受けているときと、これは一体何に見えるでしょう？これは今は、あれだね、
鳥の足だね。七面鳥だね。うん。それから、精神科医再び。で、あれか、回想シーンみたいなところで、E さんが車、トラックに轢かれかけるところのシーンというとこかな。で、それから、これは、バイセル・トレード。じゃあ、バイセル・トレードか。ああ、はあ、はあ。で、最後、コンセプトアート2というところですね。うん。この絵が描けること自体がもうなんか、感服だよね。かっこいいよね。警察署だね。うん。で、それから続いて警察、まあ、しばらく警察署が続きそうだね。そう、ここにあったその警部補昇進の時計で見つけたっていう。みんなあの金の時計をつけるっていうのが、なんか、あるんだろうね。その金の時計を送ってあげるっていうのが。ここはあれかな？留置所って言ったらいいのかな？うん。こんな、なんか吊るしてあるんだね。アメリカの消火器って。へえ。で、それからポリスステーション。ここはなかったね。うん、一応描いたけど、ここに来るようなシーンはゲーム中では描かれなかったっていうところかな。あ、それともあれかな？見えたのかな？警察署の中から。あ、デスクから。で、あ、まだ、あれだね。マシだね。実際に、ノーマンが働いてたところより。ノーマンが働いてたところ。だってさ、この明かりが差してる、光が差してるところにさ、蜘蛛の巣とか貼ってたやん。なんもないからね。だいぶマシだよね。あ、なんかここに犯人の写真が貼ってある。これなんかセクシーなお姉さんじゃないかな。気のせいか。うん。で、それから、コンビニ強盗があったところだね。あの頃はね、もうスコットがね、もういいも、私立探偵、元警官の私立探偵も超いいやつに見えたんだけど、実は単に証拠を集めるためにね、裏工作してたって、ようできたゲームだなって思うよね。たかだか1階のジャーナリストがさ、こんなさ、まあ、他に部屋がないとはいえさ、めっちゃ広い家に住んでんじゃん。超羨ましいと思ったよね。こんなとこあったもん、だって、トレーニングし放題じゃん。いやー、羨ましい。本当に。まあ、アメリカらしいっちゃアメリカらしいよね。うん。まあ、部屋の区切りがないとね、一人暮らしだったらいいかもしんないけど、家族と過ごしてたらプライベートもクソもなくなっちゃうよね。うん、これは？これも？あれか。の、えーの、ノーマじゃない、マディソンの部屋の一部になるのかな？うん。え、こんなとこあったっけ？シャワールーム。あ、お風呂に行くシーンかなんか、シャワー浴びに行くシーンかなんかあった時にここを探れるのかな？結局行くことなかったもんね。これはどこだ？ん？これは駅だね。うん。ここで、なんかチューをしたりとか、風船を追いかけたりとかしてたわけだ。で、ここのロッカールームの中に、あれがいたんだけど、だからまあスコットが最後あそこにいたっていうことで、いろいろと辻褄が合ってきたよね。で、これは、あれだね、なんか、E さんと、まあ、E さんというか、まあ、これまでのお父さんとこれまでの犠牲者をなんか描いた感じの像っていう気がするね。それを眺めている。まあ、眺めているというか、もはやお尻向けてるけどね。これはスコット。スコットにしては細いか。違うか。あ、でもコンセプトアートだったから、可能性あるかもね。で、バゲージロッカーです。うん。というところですね。じゃあ続いて、今のが3だね。じゃあ続いて4。行きましょう。クロスモーテル。いるね。あれ、でもなんかここ、これ、あれっぽくない？ E さんじゃなくて、スコットっぽくない？うん。モーテル。ね。こんな車通り激しいところじゃなかったね。電車走ってるね。チンチンカンカン言ってるね。ステートロール。それから、モーテル。ここ入ってないんだよね。結局ね。ここどんなんか、なんか、あれかね、メニューを見て、なんか、買ってくかいみたいなのができたかなと思ったんだけど。あ、2階しかない。3階建てなのに。最初、初期は2階建てだったのかな。あ、違うわ、違うわ。あれだ。ここは、なんか1階、パルクールで飛び降りた先だったから、ここら辺2階で、この見えてない裏の部分が3階建てになってるんだ。結局、ここにさ、いた受付のお兄ちゃんさ、すっごいなんかくせ者っぽかったけど、何も触れなかったね。うん。ただの気持ち悪い受付だったっていう感じだったね。だから、イーサンが泊まってた部屋。いやー、でもさ、モーテルとはいえさ、なんか普段こういうところで過ごすのでも十分だと思うけどな、こういう一人暮らしをしてみたい。うん。あ、でも収納スペースがちょっと少ないか。まあでも、棚立てればなんとかなるから大丈夫か。さすがにね、9畳、まあ、9畳ので1人1部屋で住んでたんだけど、さすがにね、やっぱね、縦長っていうのもあってね、結構狭かった。うん。ああ、なんかアメリカっぽいね。日本じゃこういうのあまり見ないよね。あ、レンタカー屋さんとかこんな感じするかもしんないね。トヨタレンタリースとかね。うん。それから、うわ、出た。もうここに出てきた、そのなんか、疑われてた犯人の名前が一体誰かっていうのがわかもう覚えてないや、さすがに。うん。てか、あのくだりいるっていう感じだったもんね。ほんと、カーター・ブレイクがただただ暴走したっていうだけのね、感じだったけど。
ここで亡くなった子供の証拠を集めようとしたスコットの悪巧みだったと。悪巧みというか、もうもはやもう実行したけどね、計画どころか。子育ては40点。それから、お母さんが寝てた。この横のところで自殺を図ってたんだよね。で、続きまして、これはまた分からへんな。これもしかしたらあれかな？ノーマンが、なんかハゲチャビンを追いかけてたシーンではなかったね。全然違ったね。車の、あれだね。取りに来たところのシーンだね。ここの下でなんか作業してるおっさんがいて、E さんが車取るの探してるんだぜ、みたいな話だったよね。確かね。で、事務所はこんな感じか。事務所も入れたのかな？いや、無理だろうな、さすがにな。で、地下に取りに来たとき、レベル2っていうのがあれだね。いわゆる地下2階ってところかな。お、え？こんなシーンあったっけ？これはあれか、ハゲチャビンになる予定の男を、これノーマンが追いかけてバーンって撃ってるっていう感じなのかな。今やばい、喋ってるとすっごいくしゃみです。くしゃみ出たらすいません。続いてコンセプトアート5。タトゥー、あ、ここはあれだね、捕まえようとしたところだね。で、ここのパブリックマーケット逃げていって、ボコボコにされたけど、最後カーターが助けてくれたと。あの時だけだったね、カーターがちょっとだけ優秀だったのって。ほんと、ちょっとだけね。 失礼。で、そうそう、これね、まあ、スコットの家なんだけどさ、こう面白いよね。ほんと、真ん中にドアノブがあるって、すごい開けにくそう。押す時のそのテコの原理とか、すごい開けにくそうなんだよね。で、住んでると。で、この裏にね、隠し部屋があったっていうところだよね。で、続いて、キッチン。キッチンは狭かったね。あとさ、面白かったのがさ、ローレンがさ、スクランブルエッグだったっけ？食べに来た時に、なぜか2回出したっていうあのバグ、何だったんだろうな、本当に。あれの意味がまだ未だによく分かってない。で、ベッドルームかな。で、お風呂。ここに脱出してきたんだよね。で、マディソンが飛び降りを取ったけど、2階で高すぎて飛べないわって。あれ、飛び降りてたら一体どうなったんだろうな。で、あと、これね、そのクレイマーの家じゃん。これこで、そのクレイマーの息子とか、クレイマー自身が出てきたのって、一体何なんだったの？その折り紙殺人鬼を名乗っていることが許せなくて、てめえこの野郎みたいな報復をこう浴びせまくってたっていうところなのかな。そんな気もしなくもないよね。これはクレイマーの息子がいたところ。これ、あれ？なんか人いる？なんか人いるっぽいよね。で、奥でなんか歌ってる。で、あ、変電所ね。変電所。ここなかなか大変だったね。操作うまくしてるはずなのにさ、ビリ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 、ウェーってなって。あ、ちょ、この時からあったんだね。で、それから、穴が落ちていって、そうそう、ガラス、よう、こんなもん引きながらやったよね、スコットね。すごいよね。で、最後、たどり着いたところっていうことか。じゃあ、続いて、ラスト2つですね。ゴルフ。あ、浮気現場がね、最初のね、こう、いっちゃん手前の方でやってたんだ。浮気現場が、なんか、あったんで。それから、これは、第3の試練から小指切り落としたところですね。小指切り落とす部屋だよね。で、このノコギリとか、ハサミとかなんか、いろいろあったりとかして。で、まあ、消毒液かなんかもあったのかな。とにかく、ボロいね。ここまでボロボロじゃなかったけどね。もうちょっと小綺麗な感じの部屋だったけど。で、ここはあれだ。アリを使いすぎると大変なことになりますよって忠告くれたおじさんのところだよね。で、それから、そうそう、ここが不思議なんだよね。ずっとスコット操作してたはずなんだけど、なんかね、知らない間に殺人が行われてたっていうね、スコットの手によってって。だから、なんか自分の知らないところで操作がされてたっていう、そのタイムラグみたいなの、ここら辺の作りが実際どうなんだろうな。僕は見逃してるだけなのか、本当にそのシーンだけ抜粋してしまっているのか。だとしたら、ちょっと作りが、そこら辺はね、やり方がよろしくないんじゃないかなと思ったけどね。で、これは？ここどこ？これあれか？ 4 つ目の試練でショットガンぶっ放してきた男のところか？こんな家あったっけ？ああ、わかんないよ。でも、あ、リエルとしてはショットガンぶっ放してきたところだよね。で、これはマディソンが、あれだ、あ、そうだね。なんか、怪しい外科医で、後ろから穴にぶち込まれそうになったところを、ノコギリでシューって、ノコギリじゃないや。なんだったっけ、釘打つやつ。で、バシュ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 って、
ていうね。飲まなかったら、ここをいろいろと探ることができたのかな。うわー、やられちゃったやつが一人いる。結局あの人誰だったんだろうな。最初ノーマンかなと思ったけど、ノーマンじゃなかったしね。出た。マッドドッグ。マッドジャック、マッドジャック。と戦ったところだね。マッド・ジャックのやられ方がインディ・ジョーンズの魔宮の伝説のね、ごつい男のやられ方そのものだった気がしたから、ちょっと面白かった。で、これの話を聞いてるときさ、スコット、これね、墓守がね、お兄さんかわいそうなんだよみたいな話したときのスコットの心境どうだったんだろうね。そこら辺またちょっと振り返って見てみたいよね。じゃあコンセプトアトラストいきましょう。ブラック・ラグーンだね。ブラック・ラグーンだったっけ？ブルー・ラグーンだよね。あ、名前変わったんだ、コンセプトアートの時と。すごいゆっくり。で、なんか会員制か何かなのかな？入れない、入れないみたいな。なんか急にすごいゆっくりなってる。20枚もあるからか？え？日本刀かなんかブルブルしてる？白いおパンツ履いてるね。で、こっから登っていくわけだ。で、ここにパコが見てるんだな。パコパコ。イエーパコパコ。すごいゆっくり。さすが最後、終ステージに近いところだよね。ここは、マジソンさん、ごちそうさまでした。いい。これはあれかな？そのパコが過去に、ね、抱いてきた女の隠し撮りってところなのかな？ 気になるのがさ、これ、体育用品って書いてあるんだよね。スポーツ体育用品って、日本産なのかな？で、これはなんだ？ここのシーンは特になかったから、ちょっと映してる。で、これであれだね。クレイマーに沈められてるところね。で、この後にクレイマーのところに殴り込みに行って、おー、でーんってやつね。TIBWO。わお。違う。WOW だね。で、クレイマーの部屋だね。これ息子かな？なんか、あれだね。ドラコマルフォイっぽい感じがするけど。で、続いて、最後の試練の部屋のところで。あれだから結局解毒剤飲んでないけど、60分ってのはハッタリだったってことだよね。だから飲んだ上で来いよっていうね。飲まなきゃ、ね、ショーンのところにたどり着くことができないわけだから、飲んだ覚悟っていうのを見せたことでスコットは満足したというところだね。王みたいなもんだよね、あんなもんね。で、蘭の花を栽培したりとか、他のがいろいろあったというところか。で、最後の港だね。港の倉庫ってところだね。で、ここの寂れた倉庫で最終バトルが繰り広げられたんだけど、そこで残念ながら、ちょっとノーマンをね、僕はね、操作ミスをして、多分、ある程度その QTE をミスった数が限界値を超えると、ノーマンは多分あのまま起き上がらないっていうような結末になるんじゃないかなっていうふうに思うんで、ちょっとね、これとまた別のパートで取り直して、そこだけをちょっとノーマン生き残りパートっていうのでやっていきたいなと思います。戦ってるね。なんか2人ともどっちかっていうと、なんか、あれだね。どっちがノーマンなのかな？でも、コート着てないしね。まだまだコンセプトアートの時はあれだね。こんな折れてて大丈夫だろ。なんか2人ともここからバキ、わーってなりそうな感じするけど。で、最後に、レストインピースだね。ローレンなのかな？ローレンが、その亡くなった息子に事件解決したよっていう報告をしに来てるシーンとか。まあ、そういうのがあるのかもしれないよね。で、アリを使って、さらに事件解決を望んでいると。おお、かっこいい。タトゥーインやな。完全にね、スター・ウォーズに出てくるね。深海。最後はこれで締めていくっていくところか。これは何ザメなんだろうね。こんなしましまなるサメいるのかな。ということでね、コンセプトアートを皆さんとね、いろいろと見ていくことができましたということで、あとね、メイキング映像とか、それからトレーラーとかもあるんですが、ここら辺はね、ちょっと、僕のおしゃべりなしでね、黙ってね、皆さんに見せたいなというふうに思います。で、また次回以降のパートでお会いできたらと思います。ということで、一旦ボーナスここでくぐりたいと思います。では、また次回お会いいたしましょう。バイバイ。